気づけよ、避けろよ、のろまだな。悔しかったらやり返してみろよ。なんだその薄っぺらいグリモワールは。お前のような恥さらしは我らが銀翼の大鷲団には必要ない。ノエル、お前が入団する魔法騎士団を決めておいた。獅子狩りとかお似合いよ、ノエル。できる。私はまだ戦えます。はい。服に死なせてあげようと思ってるのに。魔力を全力で操作してもこの程度が限界。可能なのはごく近い範囲で単純な操作のみ。アスタなら黒の防御なら何かめちゃくちゃな方法で。今の私ならこの空間で創生魔法はできないけど。ノゼル兄様お願いします。何が一体。溶かされた魔法空間を全部水で埋めて。すごい。お兄様はもちろんあのノエルが。家族らしいとは言えないめちゃくちゃな戦い方だったがな。私は母上に似たその姿がまた消えるのを恐れていた。だがお前は強くなった。私が間違っていたということになる。すまなかったノエル。まだ戦いは終わっていない。残念だったわね。狂った世界は。こんなもんどうしろって言うんだよ。あなたたちにはどうしようもないわ。だってあなたはとうとうあのノゼル兄様に認められたのよ。いい思い出なんかないけど、私の兄弟なの。この状況だからこその今の私だからこその魔法。水創生魔法バルキリードレス。ノエル。まるで空間を泳ぐように魔法攻撃の罠も魔法空間の乱れも高波を越えるように受け流しているの。ほころびが生じればこの世界があなたの鎧を引き剥がす。法ってこんなにも自由なものだったのね。あの攻撃は全て裁ききっただと。もらったわ。ウィルフルコンパス、行きなさい王族。悪いけど私は優雅に待ってるんじゃない。勝った。ブラ姉様、お前たちを甘く見すぎていたようだ。さすがだな。倍になるとまたとんでもねえ。ほらよ、てめえも働け、王族の付き人やる。ネブラ様、ノゼル様も、ソリド様。おいおい、戦意喪失かよ。王族の魔法騎士が聞いて呆れるぜ。そうだ、私は。てめえら俺たち下々の者より強えんだろうが。その者の言う通りだ。身体機能を魔力で補強する。どいつもこいつもとんでもねえ魔力で羨ましいこった。私の魔法を連れて行け、ノエル。私はしない。トラップ魔法。一瞬の隙くれてやりゃ王族様ならいけんだろ。兄様。お前らカウンタートラップなどの複雑な魔法知らねえだろ。水創生魔法海流の方向。長い年月で派生発展した人間の複雑な魔法。